皆さん、こんにちは。レクセ編2講師の厚田です、えー。それでは、これから FP 本試験、えー、2023年5月、えー、2級のですね、配点と公表を始めていきたいと思います。えー、まず、えー、試験を受験された皆様、お疲れ様でした。で、えー、こちらなんですけども、今回は、学科試験。まあ、学科試験の場合は、あのー、配点は1問1点ということで決まっているので、公表の必要はないんですが、 え特に実技試験で今回予定しているのは FP 協会が資産設計提案業務、金財金融財政事情研究会が個人資産相談業務こちらについてのですね配点が公表されていないのでそこのところをまあレックとして予想していくというところになりますであのこちらまああのこの動画の後レックのホームページに自分の回答を入れていくとですね点数が出るというサイトもありますからもしよろしければそちらも ご活用くださいということで、そしたら早速ですね、えー、とまず学科試験から答えだけまず申し上げていこうと思います。で学科試験は単純にですね60問あって、1問1点ということになってますので、36問以上の正解があれば合格ということになります。では、あの科目ごとに申し上げていきますし、あと5問ごとに答えを読み上げていきます。ままずライフの1から5まで問1が4問2がが 問問3が2、問4が1、問5が4。連続で読み上げると、4、3、2、1、4となります。次、問6から問10ですが、問6が4、問7が3、問8が2、問9が3、問10が4ということで、連続で、4、3、2、3、4です。次、リスクの問11から20ですが、前半の5問です。問11が2、 問い十二が一、問い十三が四、問い十四が三、問い十五が二、連続で読み上げますと二一四三二となります。次問い十六から問い二十ですが、問い十六が一、問い十七が二、問い十八が三、問い十九が一、問い二十が四。もうちょ十六から二十まで連続で読み上げると一二三一四。1 2 3 1 4 次、今度、金融の21から30です。前半5問ですが、問い21が1、問い22が3、問い23が4、問い24が2、問い25が1。もう一度、21から25連続で読み上げますが、1、3、4、2、1。次、26から30の後半5問ですが、問い26が2、問い27が3、問い28が3、問い29が4、問い30が1、もう一度、 26から30ですが、2、3、3、4、1となります。次、タックスの31から40ですが、前半5問、問い31が3、問い32が1、問い33が4、問い34が4、問い35が2、こちらもちろん連続で読み上げると、31から35、3、1、4、4、2となります。 次、問い36から40ですが、問い36、2、問い37、2、問い38、3、問い39、4、問い40が2、36から40ですが、2、2、3、4、2となります。次、41から45の不動産の前半ですが、問い41が4、問い42が1、問い43が4、問い44が2、問い45が3、前半41から45が連続で申し上げると、4、1、4、2、3、 次、後半の46から50ですが、問46が3、問47が2、問48が2、問49が1、問50が4、46から50ですが、3、2、2、1、4となります。次、えー、と相続の51から60の前半、えー、5問、51から55ですが、51が3、52が2、53が3、54が4、55が2、えー、51から55ですが、3、2、3、4、2です。 次56から60の後半、えー、5問ですが56が357が158が159が460が 1, が 1, が4 60が1もう一度56から60ですが31141となりますでこちらはの1問1点ということで36問以上の政党、えー、があれば合格ということでちょっと簡単な公表は、えー、全部が終わってからにしたいと思うので続いて、まあ、今回は、えー、配点ということでですね先に FP 協会の資産性資産 設計提案業務から申し上げていこうと思うのでちょっと近在を受けた方少しお待ちいただければと思いますでこちらの資産設計提案業務なんですけども え、こちら、合計100点満点ということになります。で、えー、配点は100点満点なんですけども、どこに何点来るかという配点は一切公表されませんので、あの、もしかしたら今回、えー、我々が、まあ、あの、考えている、えー、配点がですね、間違っているかもしれませんけども、まああ、我々もですね、歴史ある、えー、ところですから、 あのそれなりの、えー、整合差取れていると思いますので若干1点2点のズレはあるかもしれませんが大幅に変わることはないということで、えー、参考にしていただければと思いますはいではこちらいきます大文ごとに申し上げていきますのでまず大文1ですね、えー、こちらいきます大文1ですが問い1がですね各1 点の計 4, 点4箇所あるんで、各1点の、えー、合計4点となります。で問い2が2点です。問い2が2点。ですので、1が、えー、各1点の合計4点、えー、問い2が2点ということで、えー、ここ、小計でいくと6点ですね。第1問は6点の配点となります。次、第2問の、えー、金融だと思います。金融ですね。金融の問い3が2点、問い4が2点、問い5が2点、えー、問い6が2点。 まあ、あつまり、えー、3、4、5、6、全部二点ということで、第二問は八点の配点となります。次、第三問、えー、7、8、9、10、4つあります。えー、問い7が二問い8、あ、ごめんなさい、えー、問い7が二点、問い8が二点。 問問いいがが点、問10が2点、まあ、つまり全部2点ということで 7, 7から10まですべて2点ずつということで合計第3も8点の、えー、配点ということで、まあ、第2もと第3も全く同じという相手になります次第4もちょっとここから、えー、変わるところがあって、えー、11から14のところなんですがまず問い11が2点で問12が各1点 点の計三点、各一点計三点、で13問十三も同じく各一点の計四点、各一点の計四点。で問十四が二点ということで、もう一度、十一は十一と十四が二点です。十二と十三は一問につき一点ずつということで、各一点の計三点と四点ということで、合計すると十一点満点の配点となります。次、第五問。 え、これ3問しかありません。15、16、17という3つなんですが、まず問い15が2点。問い16が、これが各1点の計4点。各1点の計4点。そして17が2点ということで、15と17は2点ですが、16は各1点の計4点ということで、合計の配点が8点となります。次、え、第6問ですね。え、18から21の4問なんですが、問い18が2点。 で問い19がこれが各1点の計算点、各1点計算点、えー、20が2点、21も2点ということで、もう一度、18、20、21は全部2点ずつで、19だけが各1点の計算点で、合計の配点で、こちら、第6問が9点の配点となります。次、第7問の、えー、22から24の、これはキャッシュフロー表ですかね、えー、の22から、えー、問い22が、えー、すみません。 ケース早見表価どっちかちょっとごめんなさい。えーですが、22が2点、23が2点、24が2点、全部2点です。22から24、すべて2点ずつで合計6点。で、同じような形で、第8問も全く同じで、25から27ありますが、25が2点、26が2点、27が2点、全部2点ずつで、え点、ー、点6点になります。で、第9問と第10問が総合問題ということで、配点がかなり多くなりますが、ちょっとゆっくり読み上げていきます。 まず、問28から問34の第9問ですが、十八問28が2点、問29が各1点の計4点、で問30が2点、問31も2点、問32、こちらが各1点の計4点、各1点の計4点 問33も各1点の計4点で三34が各1点の計3点ということで今回の問題ですね28と3031が2点残りの29323334この4問が全部1点。 点ずつの配点となりますのででこれ合計すると21点になります合計すると20点となるのでちょっと一番ここがですね配点が高いのでちょっと間違いのないようにもしてください次、えー、もう1個総合問題の後半の第10問ですが、えー、35から40の最後までですが、えー、35これだけがですね、えー、3点です えー、バランスシートのですね、純資産純資産の、えー、求める問題で、これだけ3点。で、36が2点、37が2点で、38点が、ここがですね、ちょっと難しかったんですけども、各2点の計6点、各2点の計6点、で39が2点、40が2点、もう一度、えー、35が3点、で、36、37、39、40が2点ずつ、 で38がこれが各2点の3箇所あるんで計6点ということで合計すると17点でこれ全て足し合わせると100点満点になるので60点、えー、以上で合格ということになり、えー、ちょっとここのところでですねあの 1> 各1点と各2点というところがあって明らかにまあこの問題は1点だろうなというのはあるんですがこの問題もしかしたら2点になる可能性もあるなというのもちょっとあるんでちょっと何とも言えないんですけども、まあ、今回はこのような形にさせていただいたという形なのでちょっともしかすると2点とか3点3点までいかないと思いますちょっとずれが発生する可能性もあるのでの例えば50点の後半から60点の前半ぐらいの方についてはもしかしたらですねちょっと 逆転してししてままう可能性ももあるかもしれませんちょっと今回が、えー、配点が難しかったです。正直難しくてですね、大体い,い,いつもこういう風にやってれば、大体100点になるんですけども、今回は、どこ、どこに、えー、2点を入れるかというところに悩んだところなので、ちょっとそこだけ、えー、ごめんなさい、合、え、理、ー え、留意いただければと思います。じゃあちょっと、後で公表をやるんで、一度これでですね、え、FP 協会の配点予想は終わりで、次お待たせしました。え、金融財政事情研究会の配点予想に移りたいと思います。で、こちらは個人資産相談業務のみというふうになっておりますが、で、こちらもちょっと悩ましいところはあるので、えっ、ー、と、やっていきます。で、こちらは金材なのでですね、え、実技試験は5問構成、大門が5問ということで、 1> 1問ごとにですす点点の配点がありますただもちろん皆さんご,ご承知の通り、えー、3問小問3つなので、えー、10点をどのように配点していくかということなんですがただあのー、丸丸丸○○○○穴埋めの問題とかは1点になっていくのでそこら辺はやりやすいところあるんでじゃあ第1問からいきます、えー、リスク以外は、えー、出てますということでまず第1問のライフですが、えー、問い1が各1 の4点,各1点の計四点,、えー、点,点、各一点の計四点、問い二各一点の計三点、各一点の計三点、問い三各一点の計三点、各一点の計三点。なので、えー、第一問に限っては全部一点ずつで合計十点になります。えー、各一点ずつの合計十点です。次第二問です。えー、こちら四五六とありますが、えー、問い四が各一点の計三点。 1> 各1点の計3点。で、問い5。ここがですね、各2点、えー。各2点の2箇所あるんで、計4点。各2点の計4点。えー、問い6がですね、今度各1点の計3点ということで、えー、これでやっていけば10点になるので、問い5だけがですね、各2点の計4点となってますから、こちらご注意ください。そして第3問のタックスです。ここがちょっとですね、 えー、悩ましいところで789とありますがまず問い7からですが問い7は、えー、各1点の計算点同じく問い8も各1点の計算点ここはですねまあ各1点で良いんですが問題はですね、えー、問い9のところどこに2点を入れるかというところですが 今回は、丸1を2点といたします。丸1が2点で、丸2と丸3が各1点ということで、ここで4点の配点になります。ですので、問い9がですね、丸1は2点、で、丸2、丸3が1点ずつと、各1点ということで合計すると、第3も10点になります。次、第4問の不動産ですが、10から12です。で、こちら、まず問い10が各2点の計4点。ここは各2点の計4点。 で、あと、11が各1点の計算点。で、12が各1点の計算点ということになるので、問い10だけ各2点ということは注意ください。次、第5問のところで、13、14、15あります。で、まず問い13が各1点の計算点、各1点の計算点。問い14、これがですね、ちょっと順番が入れ替わっているんですが、14が1と3が、丸一丸三が各1点。 丸二が2点です。えー、これ先ほどのタックスと違うところで、タックスは最初に2点入れて、二三が1点でしたが、こちらの、えー、相続は、まず、丸一と丸三が、えー、1点、丸二を2点ということで、ここの、えー、問い14で4点の配点、問い15が、えー、各1点の計算点、各1点の計算点ということで、これで、えー、60点満点になるようになってますので、えー、ですからこの中で60点以上であれば、あ失礼しました。30点ですね。ごめんなさい。 金材ですから30点以上50点満点の30点以上で合格ということになりますのでちょっと公表は後で最後にやらせていただきたいと思います一旦配点はこれで予想は終わりとさせていただきますでは学科に戻っていただいて簡単な公表ですね3つ、えー、科目あるんでやっていきたいと思いますでは、えー、まず学科試験なんですけどもまずライフの問題1から問題10のところですがまあ問題1は 業界に関しての問題で、えー、職業倫理関連法規ということですが社労士、税理士、えー、保険募集人、あと弁護士ということで、まあ、ここのところはですね確実に正解取らなければいけないところなので、えー、不適切なものという形になってますので個別具体的なものはこれ通常不適切になってきますのでこれですね4番ですよね4番が、えー、これがですねもう明らかに、えー、弁護士資格を受けてい 登録受けてません、まあ、弁護士じゃないですその方がですね顧客の代理人として優勝で他の相続人と遺産分割協議を行ったということでこちらはいけないということで、まあ、今回の場合、弁護士登録ですから、まあ、例えば司法試験受かっていても登録してないと弁護士にはなれませんではありませんからそういう方も含めた形でですな、ね、りますので残り123は1 一般的とといいう言葉が続いてますすしあとはですね3番においては、えー、別にこれですね、えー、必要保証額の算定は資格あり,、ま必要ありませんが誰でもできますから別に必要保証額の算定自体は、えー、別に資格いりませんから特に問題ないということで4番が今回、えー、問題1の回答ということになります。 あ,あとはですね、協会憲法の話とか、労災の話とか、雇用保険、国民年金ということなんで、ま、ちょっとこれのところはですね、皆さんの方で確認いただき、えっと、あとはですね、問題6がですね、これ国民年金基金、小規模企業、共済、中退教、ということで、こちらに関してということなんですけども、まあ、ここのところであれば、 まあ、例えば2番のところを見てもらうとあの小規模企業共済、えーね、会社員の方は入れないんですけども、まあ、小規模企業共済は5000円から7万円までの範囲内で、えー、これはですね合計年間で、えー、84万までと。 いうものになってますこれはちょっと間違っているんでここは6番は正解ではないんですけども、まあ、そんな形でですね、えー、中小企業の退職金の話ということなので、まあ、こちらぜひともご理解いただければと思いますあと問題8のところでフラット35の問題がありますでこの場合インターネットを使った繰り上げ返済は10万円以上であればできますので、まあ、問題8は2番が間違っているということなので あの住宅ローンはまあ通常フラット35になりますのでこちら内容は確認いただければと思いますあとまあ問題中であれば今回クレジットカードの話でクレジットカードってそんなに毎回出るような項目ではないんですけどもまあ今回はそれが出たということでまあ特に例えばクレジットカード誰のものと言ったらそれはえ例えば 送付された方のものじゃなくて、あくまでもクレジットカード会社が保有するものということなんで、まあ、そういうところを理解いただければ、まあ、そんな難しくない問題かなというふうに思うので、ま i f e のところは、えー、そういう意味で言うと、なんとか6問とか取っていただけるといいんじゃないかなと思います。 で続いて、問い11から問い20のですね、リスクですね。で、えー、まあ、11が生命保険料の一般的な仕組みということで、まあ、収支相当の原則とかですね、まあ、収支保険内容とか、まあ、いうところがあったりするんで、まあこれはなんとかやってもらって、あと問い12が一般的な仕組みということで、 一般的な商品性ということで、問い12が生命保険の一般的な商品性、問い13が外貨建て生命保険の一般的な商品性ということで、まあ、あの、円化、えー、外貨ということでですね、まあ、ありますから、どちらもですね、確認いただいて解けるようになっていただきたいのと、あと問い14は新しい生命保険料控除の話ということになってますので、 まあ、こちらもですね、えー、まあ、しっかりえ取れるようにしておいてくださいと。で、法人を除いて、問16がですね、火災保険の一般的な商品性。また、問17が自動車保険の一般的な商品性。あとは、 19が第3分野の保険の一般的な商品性ということで、まあ、障害保険とかそういうです、ね、あのところは出てはいないんですけども、一般的な商品性今回多いなというところなので、一般的な商品性というところですから、まあ、ここのところはテキストで学んだ内容をやってもらえればできるんじゃないかなと思うので、まあ、そこまで難しい問題ではないんじゃないかなというふうに、ライフは思います。 次21から、えー、30の金融のところなんですけども、まあ問,いえー、問題22のところは、まあ、あの投資信託の一般的な運用手法等についてはここの、えーまあ、バリュー投資とか、まあ、いろいろベンチあのアクティブ、えー、とか、まあ、そういうのはこれは一般的な話なので、まあ、ここはいいのかなというふうに思います。 あと問題24がですね、新しく再編された東京証券取引所の市場区分の話ということで、まあプライムスタンダードとかまあそういうふうなところがありますが、確かこの前も出ていたんですが、別に名称問題だからそんなに何回も何回も出ないだろうと思ってたらまた出てきたということなんで、念のためこちらの内容は確認しておいていただければというふうに思います。 はい。で、25については、えー、投資指標ということでですね、まあ、今回 X 社があって、その中のデータがあるんで、その中で ROE とか PER とか PBR とか配当成功はということで求めていくんですが、まあ、ここの計算に関してはですね、学科のみならず実技試験でも、えー、出ても全くおかしくはないので、えー、計算式はもう試験直前にはもう暗記しといてもらえればなというふうに思います。あとはまあ、26も27も一般的な仕組み特徴、 一般的な考え方ということで、まあ、ポートフォリオのところについては、まあ、これはよく出てくるところなので、まあ、ポートフォリオを何とか取れるようにしていただきたいのと28がですねこれポートフォリオを置くんだけども見直し前と見直し後でどれぐらいですね、えー、期待収益率に改善が見られましたかという問題なんですがこれですね非常に簡単で あのまあ現えー、預金、債券、株式で期待収益率がありますが最初の見直し前のポートフォリオの構成比でまず求めるとこれ、過重平均すると2.06%見直し後のポートフォリオこれを求めてみると4.62%だから今回見直しを図ることによって、えー、2.06から4.62に上がりましたので、まあ、そこの差分がですね 今回のところの答えと標準偏差の差というところなので、えー、2.56というところもとこれ、多分おそらくもて求められるんじゃないかなと思いますで29の n i については、えー、2023年、えー、税制改正でもですね、えー、今後、えー、予定されているところになってますので、えー、今後もですね23のところは確認いただきたいというふうふに思います。 次 31, の、えー、から30 31から40のタックスなんですけども、まあ、あの31は最近、ですね相続税がまあここによく所得税のところに出てくるんですが、まあ、相続税もこれ国税であることはもう間違いありませんから、えー、まあ今回相続税は直接税、まあ、所得税と同じく直接税で、まあ、消費税は間接税、まあ、国税の消費税なのか、地方消費税なのか分かりませんが、まあ、どちらも間接税であることは間違いありませんから、3番が正解と。で4番 1 2番はこれ、えー、固定資産税と登録免許税の、えー、税目が、まあ、税税内容がです、ね、逆,逆ですよというところですし、あとは2番のところでも相続税については申告納税方式ですから、住民税とは違うので、そこもご注意くださいというようなところになってきます。あと問題33で損益通算の問題がありますが、損益通算の問題は。 タックスでは必ずもう毎回毎回出てますので今回、文章問題ではありますけれどもここは確実にですね正解を取っておいていただきたいところとなりますまた34が所得控除ということで、えー、所得控除の問題も比較的よく出ますしあと35のところ住宅ローン減税の話がありましてでここのところもですね税制改正が入ったばかりのところなので このとこですね、えー、しっかり、えーまあ、税制改正の内容というわけではなくても、えー、答えられるようにしておいていいければと思います、はいでえー、問題38がですねいよいよ、まあ、10月からインボイス制度が始まるというふうな形で今、収録時点ではですね、えー、や,やめりになったとかそういうことは聞きませんので、まあ、インボイスが始まるということもありやはり消費税の内容を聞いてきたということなのでちょっとインボイスは関係ありませんけども今後も消費税の出題は続くと。 いうことが予想できますので、まずは消費税のところ、基本的なところをご理解いただければと思います。はい。では、41から50の不動産ですけども、まあ今回の場合、ちょっと44のところで借地借家法に関する次の記述のうちということで、一般定期借地権と今回定期借地権等以外ということで、まあ今回は借地権の問題、普通借地権と。 定期借地権の問題ということでしたので、まあ、ここ、比較的解きやすいんじゃないかなというふうに思いますが、まあ、出るときには、今回、借地権の問題が出ているので、借家権の問題も出たりとか、あと見たんですが、区分所有の問題もなかったんですが、出るときには区分所有も含めて3問ですね、近いところから出てきますから、しっかり借地権、借家権、そして区分所有の内容、こちらはご理解いただければというふうに思います。はい、じゃあそんなところでしょうかね。 では、51から60の相続に行きます。ちょっと面白いのが52ですね。これ、この携帯では初めてなんですが、難しくないです。 今回は、えー、相続人が次のあからうである場合の民法上それぞれの場合における非相続人の配偶者の法定相続分の組み合わせとつまり配偶者の法定相続分なので配偶者の場合はいつでも相続になれますけれども、えー、第一順位の相続人と一緒の場合は4 2分の1第二順位の場合が4分の3分の2で第三順位の場合4分の3と、まあ、要は分母母子に1ずつ足していけばいいのでそうなるとです、ねえー、子どもの場合が、えー 配偶者の相続分が一番少なくて、あとは、まあ、今回、えー、第2順位になるとその分、えー、相続分増えますし、さらに兄弟姉妹の場合だとまた増えるということになるので、まあ、今回、2分の1、3分の2、4分の3というふうになっているのが2番ですから、52番、2番選ぶということで、あ,の、まあ、あまり出,た出ている問題ではないんですが、これも難しくないと思うので、しっかり確実に正解を取っていただきたいと思います。 はい、あと54見ていただくと、民法の相続法部分の改正がありまして、その改正が今回の場合だと3番と4番ですね。でこれ見るとですね 54, ですよね、54なんですが、まあ、不適切なものを選べということで、まあ、1番は承認2人以上の立ち会いが必要、ただしい、あとは公正証書で作ったものを実質で、えー、撤回することはできます、ただしい、3番がですね、えー、財産目録を添付する場合、その目録はパソコン等で作成することはできるということで、作成はできますと。で54の4番ですが、 これは実質証書遺言書保管制度により法務局で保管されているものだっても家庭裁判所権にを受けなければならないとありますがこれは法務局の職員が目を通してくれていますから、えーまあ、プロのチェックが入っていますので兼任は不要となっていますから実質証書遺言でも、えー、保管所で保管されているものについては不要となりますからここのところを気をつけてください。 あとはまあちょっといいかなと思うのであ、56だけ見て終わりにしましょうか。56のこちらの親族、えー、関係図見てもらって、今回遺、遺産にかかる規則控除となってますから、まあ、今回の場合、養、え、子、ー、放棄があってもなかったものとみなす、実施がいるかいないかによって、普通養子のところも変わってきますということで、親、え、族、ー、関係図見ていただくと、順番としては、子供がいますから、えー、第一順位で相続確定となるんで、えーまあ、今回の場合、人数だけなので、えー、そうすると、 実施の D さん、養子の E さん、さらに実施の C さん、C さん、相続を大していますが、こちらについてはなかったものとみなしますから、実施の C さんも相続人、あとお母さんの妻 B さんということで,4人です、ね、4人ですから、3000万プラス600万かける4人で5400万ということで、3番が正解だというところとなります。 はい、それぐらいかなと思うんで、一応学科試験はこんな形で、まあ、今回ちょっと自分が見た限りでは、そこまで難しい問題ではないんじゃないかなというふうに思いますので、えーまあ、しっかりですね、えーまあ、選択肢が増えていくので大変かと思いますが、復習をしてもらえればというふうに思います。はい、続きまして、今度は実技試験に移ります、えー。教会の実技試験からちょっと見ていきたいと思うんで、えー、教会の実技試験のとこですね。 でこれちょっと数えてみたら先ほど数えたとに63から66ちどっちかがはっきりしないんですけどが採,採点の箇所が63から66あるわけなのでそうなると、えー、確かに問題自体は40問と言っていますけどもその40問の中にも、えー、1つの問題の中に3つぐらい3つとか4つですね答えが、えー、散らばっているというものもあったりするんでさすがに0.5点という配点は作れないので最低でも1点。 で、場合によっては最高でも3点というのがあるんで、まあ、今回、そこのところでちょっと2点の配点のところをちょっと悩んだというところではありますが問題自体はですね、そんな難しいものではないんじゃないかなということで、ト、え、イ、ー、の行政問題は、まあ、これは何度も出ているところなので、まあ、これは確実にですね、これ4点,、まあ1個ずつ1点個、1個ずつ1点取れますから4点は確実に取ってもらいたいところとなります。あとはですね、えー第 第2問問3のところですが、まあ、ここのところは、まあ、下にあるので、まあ、○×バツ、えー、不適切なものは、ここは不適切なもの選べという形ですで。問4問のところの、えー、こちらは PER とか、えー、ですね、あと ROE の話で、これ計算式は必ず本試験前には覚えているはずだと思うので、まあ、問4は確実に正解取れるんじゃないかなというふうに思いますし、問5についてもですね、 消費、えーまあ、管理回りということでこれ計算式はもう必ず試験直前には暗記ですからそういうふうに考えれば問い4も問い5も確実に正解を取っていただきたいところとなりますでは次がですね第3問の不動産ですね不動産に行きますでこちらについてですが、まあ、あのまず最初の問題が、えー、延べ面積、床面積の合計の最高限度というふうふになっていますがこれ、容積率を使うしかないということになります。 そうなっていくとですね容積率使っていくとですね、えー、今回の場合はえー、どうですね 道路幅が6メートル5メートルあるんで全、えー、面道路6メートルです6メートルでこの場合福音制限かかりますので6メートルに、えー、法定乗数10分の4とあるんで6メートルかける10分の4は10分の24 240%で元々の指定容積率が300%なのでそうするといずれか小さいもの240%を使っていかなければいけないというのが、えー、この場合延べ面積の最高限度となりますだからこれでやっていけばいいだけなのであと100 えと今回の場合、セットは関係ありませんが120、120×2.4 ですかね120、120×2.4 ということで、確か288平米ですね、というなら288平米なんであので、6メートル ×10 分の4、240%、これを面積にかけてあげればいいということになります。あとはですね、ちょっといいかなと思うんで、次いきますと、第4問です。第4問のこれ、リスクですね。 でえーまあ、特に問い11は自動車損害賠償責任保険に関するということで不適切なものということで、まあ、いろいろあるので、まあ、ここのところです、ね、ぜひとも、まあ、正解を取っていただきたいところなので内容、まあえーですね、確認はしておいてください自賠責の場合は1人当たり3000万ということになってますので、まあ、こちらはしっかり頭に入っているところじゃないかなと思います。 で次問い中になんですこれがですねちょっと自分が知る限りでは珍しいなというのは通常、保険証券があって、まあ、その中で定期保険が多いので65歳までに何か万が一があるといくらとかあとは三大疾病の特約がついていたりとかというものがあるんですが今回は保険の提案書。 ということなのでまだ契約が結ばれる前のものでまあ、この内容を見ながら分かりやすく書いてあるのでだから実際には問題がですねこのページ以外の次のページにまたがっているとだから資料が多くなるということなのでそこのところでえ適切な内容ですねまあ、数値を引っ張れたかどうかということになってくるのかなと思いますで、ただこれはあくまでも医療保険の話なので死亡ではありませんからまあ、あとはここのところ内容を見ていただくしかないんですけどもどうしても分量が多いので こちらの場合も、ですねあのこの保険提案書の次の下のところに、あいうというのがあると思うんで、ここのところを見ながら、必要に応じて、ですね提案書のですね提案内容のところで、該当箇所を確認するというのがいいと思うんで、むやみやったら最初から読むと結構これ、読むだけでも時間かかると思うんで、ここを本試験中に読むのだけはやめていただければなというふうに思います。で、はいえー、ではですね ちょっとここで、えー、こちら、ライフじゃない、リスクは終わりにさせてもらって、次、タックスの、えー、第5問ですね。で、こちらについては、問い重後は計算問題となっていますが、これは結局、損益通算が分かっているかどうかというところにもつながっていくんで、ここ、あのー、正解取っていただきたいところというふうには思います。あとですね、 まあ、医療費控除の内容とかあと住宅ローン減税の内容とかあるんで、まあ、住宅ローン減税の内容とかですね医療費控除の内容こちらもしっかり、えー、確認をしておいていただければと思います次、えーと、こちら第6問ということでこれ相続ですね相相続で相続については2023年税制改正で、まあ、相続時生算とかあと生前贈与加算とかここにも出てくるようここは、えー、関係ないんですけども教育資金の一括贈与とか 結婚子育て機の贈与、これもですね一部改正論点がありますから、まあ日給より先を目指すという方はそういうところもしっかり確認をしておいていただきたいところとなります。で、問い十九はまあ問い十八は結局、えー、父とおじさんから贈与を受けましたが、えー、父については相続時勢産、おじさんについては一般の贈与税率を使っていけばいいので、そんなに難しい問題ではないんじゃないかなというふうには思います。また問い十九もこれ。 心臓関係でそんな難しいものじゃありませんから、えー、こちらのところですね、語群から、えー、該当する、えー、これただ番号を選ばなければいけないので、あの、こういう時に、あのところに、なしとか書いちゃうと、あ、ごめんなさい、あはなしじゃないんですけども、もし書いたとして、あはなしにするんだったら、一番と書かなければいけませんが、なしと書いてしまうと、えー、バッテンにされてしまうので、そこを気をつけていただければなと思います。 はい、でまた問21見ていただくと、実質証書遺言と公正証書遺言ということで、あのやっぱり民法の相続法の改正のところ、一部絡んでいるところが出ているのかなというところになります。はい、で第7問からは総合問題ということで、えー、キャッシュフロー表のところの、えー、穴埋めということで、まあ、あはまあ容易としても、い,いのところは、 基本生活費が4年後の話なので、ちょっと計算上ややこしいかなというところですが、あのその難しい話じゃないので、しっかりここ解けるようにしておいていただければと思っています。はいえー、で次、第8問が、ですね、これが6つの係数早見表を使った問題ということで、ですね、まあ、25、26、27、えー、こちら。 早見表のところからそこの値を使ってですね答えを求めていくということなんですが。 例えば25だけ、もしこれ、ですね別に早見表の内容まで分からない,らないと言っても、ですね例えば25を見ていただくと、えー、皆川さんは自宅のリフォーム費用として10年後に500万を準備したいと考えていると、で年利率1.0%で10年間復帰運用する場合の現在いくらの資金があればいいかと、今、あとまとまったちょっと適当に450万ありますで、450万10年後にいくらになるかで、それが500万になればいいので、つまり現在いくらかが分からないんだけど、将来10年後500万になればいい。とということは 当然ながら500万を下回る値じゃないといけないということなので500万を下回るような値が使えるものを選ばなければいけないのでそうなっていくとですね、例えば、一番左の集荷係数、これはあの10年後1.105ですからこれ500万を超えますからこれは違うだから減価係数ですね。あとはそれ以外使うとおかしくなるので減価係数ス取るしかないですですから500万 ×10 年後だから0.905 452万5000円ということで、うん、答えはそれであしいんですけどもそういう形でですねあのここのところもですね、まあ、分かんなくてもここのところうまく試行錯誤しながら解けるところなんで、えー、点数を着実にですね確保していただきたいなというふうに思います、はい、では、えー、総合問題ですね28から34ちょっと配点が多かったのはこちらだと思うんでこちらですけどもただですね、まあ、29なんか見ていただくとですね、えー、こちら 控除の話があって所得控除なのか税額控除なのかという話があるんでまあ、そこの内容ですねあと内容さえ分かればいいので上の図は別に関係ないかなというふうには思ってますまた30についてもこれは一般的な低解約返礼金型の終身保険の解約返礼金相当額についてというようになってますので、まあ、この場合だと低解約の場合は3番ですね3番で払い込み満了までは解約返礼金少ないんだけどそこから 跳ね上がるというものなので、えー、まあ十、問い三十合は四、三番選べるようになってくださいというところです。はい、えー、あとはちょっと。 いいかなと思うんで、えー、最後の第10問の、えー、総合問題2問目に行きたいと思います。はいでここのところであの一つだけ3点を、えー、こちらつけさせてもらったのが問 o e i 3 5のですね。TOEIC35、えー、こちらのバランスシートの純資産価格です。でこちらいつも、えー、出るんですが純資産価格については、えー、資産時価評価した資産から、えー、負債を引くということなんですけれども間違えることも多いですからしっかり冷静にやってもらって。 問い35は確実に正解取れるようにしておいていただきたいと思いますあと問い36は源泉徴収票の一部抜粋ではありますが、まあ、これぐらいあれば十分だろうみたいな形に載ってますのでこちらの問題もできるようにしていただきたいというところと退職金の場合はこちらにあるように通常のですね所得税の速算表を使っていきますのでここのところは計算式しっかり覚えてもらえば確実に点数取れるかところかなと思いますはい、えー、ということでこれで、えー 教会ののの試験の公表をえたいいと思いますのでじゃ最後に、えー、金材のですね公表をやっていきたいと思いますで金材の場合なんですけども、えー、特に 1‐2‐3 に答えを入れる時にちょっと点数が配点違うところがあるので、まあ、ちょっとそこは何とも言えないのであの公表されませんし何とも言えないところはありますがとはいえ2点3点の範囲内であればあの信用性 出てくるんじゃなないかなと思うのでぜひこの後ですねホームページでちょっと自分の採点入れてもらって何点ぐらい取れるかというところを確認いただければなというふうに思いますはいでは第1問のこちらライフですねライフなんですけどもここについてはですね問1が 遺族給付および遺族年金生活者支援給付金ということで、まあ、こちらに関してなんで穴埋めになっているので分からなくてもですな、ね、んとか入れていただきたいと思いますしあとは問いさんは今回の問題の流れからいくと遺族給付、昭和給付内容についてということがあるのでここら辺に乗ったところですね選んでくださいという問題になっています。 で次、第3、えー、第2問の金融ですね。第2問の金融なんですけども、ちょっとこれに関しては2社間比較、X と Y という2つの会社があるんで、その比較ということで、ただこれについても、えー、問い合うを見てもらうと、PER とか PBR、ここのところは試験直前には覚えていらっしゃるはずなので、ここのところは着実に点数を取ってもらえればな、というところになります。次、第3問のですね、タックスなんですが、 タックスの場合はですね穴、まあ、埋めと最後、計算がありますけども、まあ、総所得金額求めればあとは基礎控除はですね明らかにもうこの金額というのが分かると思うのでそれでできると思うのであとはそれに対して270万引くことによって算出税額に算出税額に対する所得税額ということで出てくると思うのでここのところですねしっかり埋められるようにしておいていただければという,ふうに思います。 ははいでは第,第4問の不動産ですね、不動産、でこちらは計算過程いりませんけども、ということで、問い10は、えー、憲兵率の上限のある延べ面積と、要積率の上限のある延べ面積ということで、丸1は最大でも100%、丸2の場合は上にどれだけ建てれるかということなので、100%超えることもあるんですが、ある程度目安にはなると思うんで、こちらですね、えー、しっかり、えー、取ってもらって、 であとはちょっとごめんなさい今回のところは割愛させていただこうかなということで最後第5問の相続事業承継ですけどもでこちらのところ今回は財産がいろいろ載ってますのでこれを使いながら計算をしていくんですが。 ただ、まあ、問13のところ手続き的なところについてはこれ確実にですね丸ツのところで正解を取っていただきたいですし問14のところですが、えー、相続税の課税,課税価格の合計額そこから基礎控除を引くんですがそれを引くと2億円というのが出ているのであの答えですね答えというか あのここのところについては、ここを求まらなくても遺産に基す交渉を求まれば、まあ、逆算すればいいんですけども、まあ、今回は、えー、順番を決めて、何人なのか、それが分かれば、丸1、求まりますし、答えはまあ600万台になるんで、まあ、今回みたいな形になると思うんで、えー、こちら、慣れていただければというふうに思います、はい、では最後ですね、最後の、えー、相続のところなんですけども、第5問です。 あごめんなさい今見ましたね。見ましたねということなので、えー、そうなってくると、うんまあ、ちょっと見たんですけども傾向としてはそれほど大きな変更はないんじゃないかなということで、まあ、計算問題はそれなりに出てますけども、えー、今回、まあ、あの計算の中には2点の配点ものもあったりとかするんでやっぱり着実にですねやってもらって。あのまあけ 最後の答えは、まあ、それは出ない可能性もあるんで、最初のところに配点は高くなるように今回も、えー、伝えさせていただいてますけども、やっぱりここに出てくるような問題については確実にですね、計算いただかないといけないのかなと思うんで、まあ、そんなに難しいとは思えないので、まあ、ここのところでですね、しっかり、えー、もし間違えたら確認をしてもらえれば十分じゃないかなというふうに思います。はい、えー、ということで、これで、えー、配点予想と公表ですね、これ終わりたいと思います。お疲れ様でした。